久保さん、今回容疑者の用にしましょうか。用。なんかね、ニュースで見たんですけど、なんかね、70歳の人がコンビニに入って、タバコよこせつって、包丁を振りかざしたら、包丁か花も花を振りかざしたらしいんですよ。タバコかと。まあ僕もタバコを吸うんで、ちょっとその、なんか、ニュースに反応しちゃったんですけど。いやタバコ買う金ないと、まあレジも浅瀬たっぽいんですけどね。でもタバコよこせみたいなんね。 タバコか。タバコを買う金ねえのかみたいなね。タバコぐらい頑張って買おうぜ、みたいな。<laughs> なんかすごく、うーん、なんかあの、闇金ドックスの、闇金ドックスを思い出しますよね。まあ、タバコの話は出てこないですけども、ん、まあだからまあ、久保さんの動画でもあった通り、お金ないとね、タバコすら金買う金ないとね、強盗するっていうね。 それはタバコ、まあ、わかんないでしょ ?70 歳で逆に言うと、まあ刑務所入った方がタダで飯食えるから、刑務所ってタダで飯食えますよね、多分。刑務所ってお金かかんないですよね、おそらく。なんかね、前なんかのドキュ,ドキュメンタリーかなんかで見たんですけど、なんかわざと犯罪を犯して、わざとその行き、行く場所がないから、刑務所に行くみたいな、わざと。 なんかそのなんか年取った人がなんかそのドキュメンタリーのなんかインタビューでなんかあったんですよねなんかわざと、まあ、刑務所入りたくてあのそういうのやるっていううんだからまお金ないとねまあうーん現実問題厳しいですからなんかお金のことに関してはうん考えた方がいいと思いますしうん常に稼ぐっていうなんかやった方がいいと思うんですよね な今日も僕みんなの銀行が入金されて、1000円ですけど入金されてて、あ、今日も入金あるな、つって。まあ動画撮ったんですけど。まあね、ま、まあ、みんなの銀行久保さんから知って、もうちょっとで1年か、六月、去年の6月ぐらいなんで、多分もう1年ぐらいだと思うんですけど、ようやく今2万ぐらいですか今22万ぐらいなんで、そう、久保さんはもうね、30万いったのか分かんないですけど、僕はまだ、あの、22万いくらなんで、 あと8万か7万ぐらいありますから、ちょっとやりますね。頑張ります。30万しっかりともらえるもんもらおうかなと。うん。もらえるわけですからね。そう。<laughs> もらっとかないと。ありがとうございます。いってらっしゃい。